こんにちは。アマゾンシスサポーター、堀秀夫です。今日は、作業を効率化するのにあった方が良いもの、ハード編、無敵のカタログということでね、無敵のカタログとは何ぞやと、それを手に入れるとどんな風になるか、それについてのね、おすすめと成果の報告です。まあ、正月にね、ね7月1日、ホリデーシーズンの 成果報告をいたただきましたホリデーシーズンですが、アメリカは、まあ、これね、アメリカのアマゾンの成果報告です。アメリカは前年に比べて数量は129%増、売上金額が181%増でした。12月は250万円入金レベルと考えればいいです。インフレ便乗値上げで売り値が10ドルから14ドルと40%引き上げられたし、 数量伸びたからです。トランスパレンシーで相乗り排除できたカタログでライバルがいなければ売り値を1.5倍にできたのと売れ続けるカタログ星が1000個超えるとそのカタログは広告しなくてもランキングがほとんど動かないので無敵です。6、7年ぐらい Amazon やれたらそういうカタログが誰でも生まれてきて無敵になれるかということでね、えー、もう長いこと アメリカアマゾン。そして最近はね、オーストラリアアマゾンも取り組んでる会員さんなんですけど、もうね、12月はね、単月で250万の入金、利益があったという報告です。で、これね、数量129%増。だけど売上181%と、もうずっと何年もやってて、メインの商品についてはね、6年、7年と、ね、いう 期間売り,売り続けているのに、まだ値段が上がっているという状態です。でこれはね、えー、商標登録してね、えー、ライバル相乗り排除しましょうというのをやってね、えー、うまく成功した、えー、事例です。まず便乗値上げね、インフレなんでということで、10ドルから14ドルにね、40%上げられた。まあこれ、上げられたのもいいんですけど、基本的にね、上げられても、 ライバルがね、どんどん増えてたら、こう、下がってくるものも増えてくるんですけど、今回はね、自分の単独カタログでライバルを排除して、ね、売り値を今まで、例えば10ドルだったもの15ドルにできたと。さらに、ね、その自分のカタログ、えー、良い評価1000個超えてきたんで、もう広告しなくてもランキングはほとんど動かないので無敵になったということです。 まあ、6、7年ね、やってれば、こうなれますということなんですけど、まあ、そこまでやらなくてもね、まず商標登録して、ブランド登録して、え、えー、アイド排除する。ね。この仕組みを作って、で、自分のカタログで販売してればね、えー、まあ、きちんとした商品を、えー、適正な価格で売ってれば、この無敵のカタログ、作れますんで、まあ、あの、カタログ作ってないと。あるいはね、え、ブランド登録してないという場合はね、え、こう、ある程度、 やっても、これずっと続けようとね、決めたなら、これもうやっちゃった方がいいです。今回の会社もね、これね、え、おとしかな、え、やろうとして、え、やったんだけど、うまくいかなくて、で、今回はね、もうきちんとこれもうやるしかないです。やりましょうということであってね、え、うまくホリデーシーズンに間に合ったんで、え、売上げ伸びて、利益も伸びたという形になってますんでね、え、まあ、そ、それはぜひいいねと、ね、あるいはね、え、ー まあできるんだったらやってみたいという場合はね、お気軽にお問い合わせください。あの、思ったようなすごい費用もかかりませんし、えー、そんな手間もかかりません。で、いろいろね、えー、ライバルがどうこうとか、相乗りがとかね、カタログ売れなくなったとかって悩んでるよりは、全然これやつとかね、楽だし、えー、売り上げも安定します。利益も安定します。まあ、おすすめの手法なんで、えー、やってみようかなと思ったらね、サポートしてますんで、お気軽にお問い合わせください。 アマゾン支社サポーター、堀秀夫でした。